京都競馬場11レースの出走メンバーの入場です。第6回青いステークス G3 芝の内回りコース 1200m 出走馬18頭です。1番ルガル、今日の馬体重512kg、 前回のレースとの比較増減はありません。鞍上は段野大成騎手、負担重量 56kg。 2番ビッグシーザー、 508kg プラス 6kg、 三幸秀明騎手 57kg。 3番名勝ピース、 462kg マイナス 2kg、 秋山慎一郎騎手 54kg。4番トールキン、後ほど入場、490kg マイナス 4kg、 吉田隼人騎手 56kg。 5番ペースセッティング、 484kg マイナス 2kg、 横山和夫騎手 56kg。 6番ヤクシマ、 498kg マイナス 10kg、 池添健一騎手 56kg。7番アームズレイン、 482kg マイナス 4kg、 北村雄一騎手 56kg。 8番アンビバレント、 454kg マイナス 4kg、 斉藤新太騎手 56kg。 9番コーパスクリスティ、 460kg プラス 4kg、 西村敦也騎手 56kg。10番カンチェンジュンガ、 464kg マイナス 2kg、 藤岡光太騎手 56kg。 11番テラッセラ、 474kg 増減なし、岩田康成騎手 56kg。 12番エレガントムーン、 422kg プラス 6kg、 鮫島勝馬騎手 54kg。13番タツダイヤモンド、 476kg マイナス 2kg、 岸田裕二騎手 56kg。 14番トラベログ、 462kg プラス 6kg、 富田暁騎手 54kg。 15番モズメイメイ、 466kg プラス 10kg、 武豊騎手 55kg。16番大井のコスモイグローク、馬体重は 500kg マイナス 2kg、 丹那裕二騎手 56kg。 17番ブーケファロス、 434kg マイナス 4kg、 松山浩平騎手 56kg。 18番タマモブラックタイ、 514kg 増減なし、角田大和騎手 57kg。4番トールキンです。馬体重 490kg マイナス 4kg、 吉田隼人騎手 56kg。 13番タツダイヤモンド、芝コースに入りました。馬体重 476kg マイナス 2kg、 岸田裕二騎手、負担重量 56kg です。3歳馬18頭によって争われます。京都競馬場11レース、第6回青いステークス G3 芝の 1200m 戦、スタートまでしばらくお待ちください。
京都競馬場11レース第6回青いステークス G3 芝の 1200m 内回りコース出走18頭3歳馬18頭による競争です。ダービーの前日この距離に適性を見出した18頭、ダービーの半分の距離で争われる 1200m 戦、芝コースは両馬場、初めて18頭立てで争われます青いステークス。タマモブラック対収まりました18頭、係員が離れてスタートしました。オズメイメイ素晴らしいスタートを切りました。早くもポンと3馬身のリードを取りました。オズメイメイが先頭、これを追って4枠の2頭、8番アンビバレント、7番のアームズレイン、内からは2番のビッグシーザー、外を通って18番タマモブラックタイト先行策、残り 1000m、 あとは1番ルガル、このグループには薬島、外を通って14番のトラベルグが中段の外目、あとは3番の名称ピース、3コーナーのカーブに入ります。外から17番のブーキファルスが中段のやや後ろ、11番のテラスラが続いて800切りました。インコースには9番のコーパスクリスティ、あとのグループは固まってカンチェンジュンガ、それから外を通って16番のコスモイグロー、インコースから4番のトールキン、後方から4投目600切りました。33秒9での通過、外を通って5番ペースセッティング、後方から3投目、12番のエレガントムーン、後ろから2投目、13番タツダイヤモンド最後方、4コーナーのカーブ400切りました。逃げる15番モズメイメイ先頭直線に向きました。2番手から外を通って16番大井のコースや、18番のタモンブラック対タモンブラック対、それから2番メイクシーザー、ビッグシーザーやってきた、200を切りました。内から1番のルガル、あと追い込んでくるのは14番トラベログラド、さあ逃げる逃げる15番モズメイメイにビッグシーザー、内から1番のルガル迫ってきたが逃げる15番モズメイメイ、モズメイメイ逃げ切った、ゴール。2番手は1枠の2頭、1番のルガルか2番のビッグシーザーか、15番のモズメイメイロケットスタートから逃げ切りました。勝ちタイムは1分7秒1、青いステークス初めて1分7秒台の決着、逃げ切ったのは15番のモズメイメイと武豊騎手です。チューリップ賞に続いての重賞制覇、15番のモズメイメイ勝ちました。2番手争いは1枠の2頭、内を通った1番のルガルか2番のビッグシーザーか、2番手3番手は接戦、その後ろも固まって17番のブーキファロスなど追い込んでいました。勝ちタイムは1分7秒1、15番のモズメイメイ3歳第6回青いステークスに切っています。2着の争いはどうか、1枠の2頭、最後内を通った1番のルガルか、外2番のビッグシーザーか、勝ちタイム1分7秒1、上がりゴールまでの 800m は43秒9、 600m は33秒2でした。スピードを遺憾なく発揮しました15番のモズメイメイと武豊騎手、もうゲートが開いた時には後続に2馬身から3馬身の差があったでしょうか、15番のモズメイメイ、これでデビューからの4勝目、前走桜花賞でも逃げてクラシックでは結果を残せませんでしたが、15番のモズメイメイ素晴らしいスタート、そして素晴らしいスピード、今4着まで馬番が灯っています。モズメイメイ以外の馬の時が止まっていたのかなっていうぐらいのスタートでしたね。スタートすごく良かったですね。すごかったですね。結果逃げ切りということになりました。そして2着には最後ルガルがビッグシーザーを捉えてのゴールということになりましたね。15番1番2番4番人気2番人気1番人気の順です。単勝15番 8.7 倍、枠連 175.1 倍、馬連1番15番 25.9 倍、馬単15番1番 56.6 倍、3連複1番2番15番 11.9 倍、3連単15番1番2番 134.7 倍です。確定までお待ちください。